ライントホター R1 ライントホターは第二次世界大戦時にドイツのラインメタル社によって開発された地対空ミサイルである。名称のライントホターはリヒャルト・アーグナーの長編オペラニーベルングの指輪に登場するラインの乙女を意味する。ライントホターは1942年11月にドイツ国防軍により開発命令が出され、 1943年8月から1945年1月にかけて計82機の発射試験が行われた。これらのうち発射に失敗したものはわずか4発で22発は完全な無線誘導に成功した。この後、より優先度の高い緊急戦闘機計画が進められたことによりラインとホター計画はスムーズには進まなかった。 地上発射式のほか、航空機から発射する空対空ミサイル型も計画されていたが、実際に生産されたのは地上発射タイプのみで、発射台には 8.8cm フラック41、放射砲の砲画を改造したものが用いられた。ライントホターの開発計画は1945年2月6日に中止となった。現在、残されたラインとホター R1 の実物がドイツ、 ミュンヘンのドイツ博物館及び、ベルリンのドイツ技術博物館、そしてアメリカ合衆国ワシントン DC の国立航空宇宙博物館の別館である、スティーブンカイウドバーヘイジーセンターに展示されている。また、第二次世界大戦当時にラインメタル社のロケット、発射試験場のあったポーランド北部、ボモー事件のウェバには、ラインとホダン R1 及び、R3、そして同じく、 ラインメタルで開発されていた下体置ロケットラインボーテが屋外展示されている。最初に開発されたタイプはライントホタ R1 と呼ばれ二段式の固体燃料ロケットである。R1 は長さ6.3メートル、直径54センチメートルで1750キログラムの発射重量を持ち、飛翔速度は時速1080キロメートルで高度8000メートルまで、 上昇可能、弾頭部の作薬量は1 5 0ラムであった。ラインとホタ R1 は6枚の木製安定翼を持つ固体燃料ミサイル本体の後部に4枚の木製安定翼を持つ固体燃料ブースターを接続した形になっており、また、ミサイル本体の先端部分にはエンテ型の安定翼が装備されていた。はミサイル本体の後部に搭載されており、 このため、ミサイル本体のロケット噴射ノズルは、作薬を避ける形で側面から噴射するようになっていた。続く、ライントホター R2 は R1 からの大きな変化はなく、変更は、ブースター部安定翼の紹介量などに止まり、最終的に1944年12月に、キャンセルされた。最後の形式である、ラインとホタ R3 はミサイル本体が、液体燃料式となり、 後部ではなく、側面に固体燃料ブースターを取り付けたもので、全体は R1 より小型化しており、発射重量は 1500kg、弾頭部の作薬量は 100kg であった。R3 は高度15000メートルまで上昇可能にすることが目的とされていた。6機のみ、テスト発射が行われた。ありがとうございます。